ミロスワフ・ヘルマシェフスキは、ポーランドの軍人、飛行士。ポーランドを初にして、唯一の宇宙飛行士。リップニキ村に生まれる。1961年、中学校を卒業し、デンブリン飛行士軍事航空学校に入校。卒業後、ポーランド防空軍の戦闘航空隊に勤務。1969年から1971年。 カロル・スベルチェフスキ名称参謀本部アカデミー、航空学部で学び、優秀で卒業。1975年、戦闘機航空連隊長に任命。1976年、インターコスモス計画の宇宙飛行士候補に選抜。ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練を受けた。1978年6月27日から7月5日、ソユーズ30号と、 サルート6号で宇宙に滞在。7月5日、ソ連邦英雄称号とニ人勲章を授与された。宇宙飛行後、ポーランド軍で勤務を続ける。1981年の戒厳令導入時、旧国軍事会議のメンバーに入る。1982年、モスクワのケイ・ボロシーロフ、名称参謀本部軍事アカデミーを卒業し、飛行学校校長に任命。その後、 ポーランド軍政治総局副総局長となり、1989年の政治商工制度廃止まで在任した。現在、退役、一等グリュンワルド十字勲章を受章。ポーランド科学アカデミーの N、コペルニクメダルを受章。ありがとうございます。